おはようございます。西田渉です。えー、3月1日か。水曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。全自収録をしております。いよいよ、3月がスタートっていうことで、今月は、もうね、鋭意制作中、こちら、N 点ですよね。僕がゲイズボリューム7、妻は写真集の日々っていうところで、2冊写真集同時並行で、えー、アートディクター小池源さん作っていただいて,て本当大変な中、すいません、小池源さん。で、えっ、ー、と、昨日、 が、えー、妻のね、こちらの写真集、日々の方が入行しました。なので、これで後は色こ上がってきて、チェックして、とかっていう、もろもろやっていくんですけれども、そういった中で、あと僕は今日入行ですね。こちらのゲーズボリューム1000が今日入行で、えー、会場でまずね、えー、販売スタートしようと思います。えっ、ー、と、余れば、残れば <laughs>、オンラインで販売するっていう形なので、なるべく会場にお越しいただいて、ご購入いただけたらと思っています。妻の写真集をまずは会場から。 販売しようと思ってもおりまして、ぜひね、えー、サインとかもさせてください。で、直接お話しながら写真集、えー、お渡しできればと思いますので、楽しみにしております。というところで、今日、えっ、ー、と、本当に写真よりも動画の時代が来ているのかっていうお話、ちょっと普遍的だし、えー、面白い議題かなと思って、あの、お話ししようかなと思います。コメント欄でね、面白いなと思って、えっ、ー、と、まぁ、あ、コメント欄で、あ、なんか、 もういよいよ時代は動画の時代ですよねっていうコメントをいただいていたときに、ああ、なるほどなと思って、ああ、そう考える方もいる、いますよねっていうふうに、あのー、思った次第で、これ半分正解で半分間違ってると思っていて、これ見方によるんですよね。動画の時代。 時代は動画の時代。これはどういうマインドで考えるかっていうと、もちろん YouTube とかを見ているっていう上では動画見ている人多いですよね。ですが、Instagram はもちろん動画でもありますけども、写真の強さも相変わらずありますよね。で、さらに言うと別次元、別ベクトルで考えると、えっと、クリエイターの方ね。クリエイターの方に関しては動画クリエイター。まあ、これがまあ、ある意味若い方々では一番、えー、トレンドかな。TikTok も含めたりして、ショート動画を撮るとかね。動画クリエイター。 でそこかか、らインンフルエンサーになっていくとかっていうこういうステップが一つの、まあ、正解でというところではあるとは思うんですけれどもじゃあカメラを持ってます持ってますで、えー、動画を撮りますっていうことでの動画を撮るクリエイターっていうところでアーティストまで上り詰めるっていう意味ではなかなか難しいわけですよね依頼が多いとか撮ってくださいとかえっ、ー、とクライアントワークでクライアントがいて受託案件 案件と呼ばれるやつで、誰かからこういったものを撮ってください、えー、結婚式の模様を撮ってくださいとか、えーとまあ、企業の PR 動画を撮ってくださいとか、そういった意味でのバジェット、あのまあ、仕事の送料っていうところでは、えー、動画って確かにスチルよりも増えてきてるかもしれないし、予算付けもスチール以下は多い可能性はありますよね。 でそういった意味では、まあ、スチルだけでなく、あのムービーも撮る、ハイブリッドなフォトグラファーエン、エンド・アンドビデオフォトグラファーっていう形で活動されている方は多々いらっしゃると思うんですよね。そういった観点から見ると、時代はまさに動画をやらざるを得ないっていうようなことで、えーまあ、紐付けられるというか、解決できると思うんですけれども、これ実を言うと、えー、と非常にまあ、 あの深い部分で考えると動画クリエイター動画制作者がアーティスト芸術家になるっていうところでのステップがまた正解例というか、えー、一つインスタレーションとかを作るっていうところまで上り詰められたらイメージムービーとかねっていうところまで上り詰められたら一つの映像アーティスト映像クリエイターっていうところまで上り詰めるんですが受託撮影を受けるっていう外注仕事 っていうとところで考えるとさほど、えーまあ、将来性とかも含めた時に、まあ、要は時間を切り売りするっていう意味ではまあ何ら変わらないわけですよねそういったサラリーをもらう方々とっていうなのでアーティストに上り詰めるっていう上で西田航が撮ることに意義がある意味があるっていうところで仕事をする上では実は写真の方がまだ有用性が高いっていうふうに僕は考えてるんですよねこれ何でか分かりますか、えー、動画と写真が えー、とっていう風になったときにアーティストになりやすい理由あの、もちろん企業から依頼されてムービーを制作するっていうのも、まあ、一つアーティスト風ではあるんですけども、アーティストじゃないですよね。あの依頼されてる時点で、自分がこれを作りたかった、そこに対価が発生するというあの、逆ですよね。依頼されて、これを撮ってください、撮りましたで、お金をいただくのは受託撮影。で、自分はこれをやりたかったんだ。 俺はこの写真集を作りたかったんだ。買ってください。買ってもらう。これは写真家、アーティストですよね。っていうふうに考えたときに動画ってプロダクトにならないんですよね。パッケージ化ができないという。これが僕の中での動画の一番のウィークポイントだと思ってるんですよ。例えば昔だったら仮にですよ。動画を見る媒体っていうところがストリーミングではなくて DVD でしか えー、昔だと LD とかね、<laughs> あのまあ、それを置いといて、DVD とか、ブルーレイでしか見れない時代であるのであれば、映像制作者っていうものに関しては、非常にパッケージ、ものを作りますよね、DVD のパッケージ、ブルーレイのパッケージっていう、そこを形にするっていう上では、えー、制作物として成立しやすかったんですけれども、ストリーミングっていう形になってしまいますと、もちろんそれをサブスクリプション化して、特別映像としてご覧いただくっていう。 ただ YouTube がここまである意味では無料でもう多種多様な映像を見れる世の中になったり15秒でスクロールしていけばフリックしていけばどんどん次から次へとムービーが流れてくるような時代においてあえてその人が撮ったそのアーティストが撮った作品をあえて見ようとさせる行為自体は 非常にレベルが高くて、ましてやそこに、えー、価値を、あの金銭的な意味も含めた価値を、価値創造する上では、めちゃくちゃハードルが高いと僕は認識してるんですよね。だったらいっそのこと、写真で、とことんまでこだわって、特化して、写真家だっていうふうに名乗って、個展を開いたりですとか、また、それこそね、こちらですよ、これ、3月22日の N 0やりますとか、個展をやるとか、そして写真集を作ってご購入いただく。写真に関しては、 パッケージできるんですよね。こういった写真集っていう形にして皆様にご購入していただくことが可能と。これはストリーミングじゃ無理ですよね、写真ってね。もちろん写真を自由アニメーションのような形でスライドショーのような形で見せていくことは可能かもしれませんが、えー、写真はね、こうやって印刷にして、こうやって実際に離れてみたり、近くで見たりすることも可能。そして所有することが可能なんですよね。映像クリエイターが撮った動画、映画っていうところは、 所有はできないですよね。何らかの画面を通して見てもらうっていう。このワンアクションが必要なことによって一気にパッケージング化が難しいんですよね。ここが僕の中では、えー、未だに、えー、映像制作者でアーティスト、芸術家が生まれにくい一つの理由だと思っていて、えー、その人が作るインスタレーションとかのアート作品が YouTube などのもう もう本当にとんでもない洪水のような中に、秒で一瞬で埋もれていってしまうっていう形,形ですよね。映像っていうもの自体は、えー、携帯の中での例えば TikTok だったり、えー、インスタのリールだったり、YouTube だったりっていうところで、そういった中で消費されていくものっていうマインド形成が世の中にされすぎていると。ですが、写真に関して言えば、一応は印刷物、 皆さんの中で雑誌とかを買うってなったらお金を払うっていう価値観ありますよね。いまだに。まあ若い方だったらもう雑誌なんて読まないよと。ですが、雑誌っていうものが自分,の中自分でこうやってゲットするからにはお金を払う必要があるっていう認識は絶対にありますよね。ですが、先ほど何度も言いました通り、ストリーミングするムービーに関して、じゃあ皆様はお金を払おうと思う。ネットフリックスとかでストリーミングサービス、月決めで払うっていう習慣はあるかもしれませんが、そ、じゃあ 結局は自分自身で自主制作をした映像を、がネットフリックスで流されますかって言った時にはそうではないですよね。まあ、して自分が、まあそういった、 まあ、例えばですけれども、自分がそういった課金のシステムを作っておいて、その動画を見てください。あえて取り下ろしました。こういったサービスでえ自分の生計を立てていけばですね、あの、今申し上げました通り、アーティスト、芸術家として、自分自身が作ったもの、好きで作ったものをご覧いただく。そこに対価が発生するという、こういうシステムを作れば、そこでアーティストっていうふうにはなるかもしれませんが、 えー、なかなかその前にやはり YouTube などでコンテンツを作っていくっていう方が先にならざるを得ない企業案件をしたりすることによって要はその,日その日を暮らしていかなきゃいけないのである程度は日銭を稼がなきゃいけないですよねなのでその辺の難しさが非常にあるかなと思いましてもちろん えー、僕自身もこの写真集をね、3ヶ月に1冊ずつ出して、皆様にご購入いただいて、これをもう今2年近くルーティンさせておりますけれども、これは尋常じゃないことだ。おそらく皆さんもお分かりになりますよね。普通じゃないっていうね。3ヶ月に1冊ずつ約50ページにわたる写真集を作り、そして、えー、ちゃんとご購入いただいて売り上げを立ててまた次制作するっていう。 去年に関しては6冊今年に関しては妻の写真集まで入れるとおそらく僕もまた、えー、6冊カラオケ関西もありますから6冊は作るっていうことになりますのでそう考えた時にね、尋常じゃない印刷物を作って数の印刷物を作っていってるわけですけれどもまあ普通じゃないとこれはそれなりに YouTube をやったりとかいろいろなことで自分がどういうマインドで皆様に写真を見ていただくかっていうことを常日頃から丁寧にお話してるからこそ こういったゲイズですとか、こういう N 点、写真点があったときに皆様足を運んでいただけると思うんですよね。なので、えーと、一番根本の部分でね、もちろん動画の時代です。もう世の中は絶対に動画の時代です。ショート、ショート動画、8分を超える YouTube 動画を含めて動画の時代です。ですが、本当の意味でアーティストになったり、自分自身が作家、えー、芸術家っていうふうになろうとするときには、 僕はまだまだ写真の時代というふうに信じて、未だに活動を、YouTuber でもありますけれども、一番の根っこっていうか、僕自身は写真家です。なので、そういった形で自分自身が信じた道といいますか、えー、自分がこれを表現したいんだというところを皆様に熱く伝えていくと、こういった活動を日々ね、写真家として続けていこうかなと思っている次第でございます。えー、今日もね、すっかにお過ごしください。西ッチャでした。どうも。